はい、皆さんこんにちは。SYK 代表の北野です。今回はですね、LINE アットからお申し込みが殺到する具体的な LINE の配誘導文章の配信の3つのポイントってテーマでお届けしていきます。今回の動画最後まで見ていただくことによって、今までなかなかね、LINE アットからセッションとか、無料個別相談だったりとかですね、無料カウンセリングのお問い合わせにつながらないなって思われる方がですね、このポイントを押さえていただくだけでもですね、格段にですね、そのお客様からレスポンス率、反応率っていうのがね、変わってくると、まあ、そういった結果を手にすることができると思います。ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。で、実際今回はですね、まあ、実際うちが月商 LINE アットを使って、まあ、各事業部ごとでですね、まあ、トータルで累計3500万以上売り上げを上げているその手法っていうのをちょっとね一部公開させていただくんですけど、まあ、よくありがちなのがですね、 LINE の配信の文章で、まあ、今回こういう企画をやりますとか、例えばダイエットについてこういった無料個別相談会やりますとか、まあ、こういうイベントでもいいですし、別に Zoom を使ったセミナーやりますとか、 Zoom 会社説明会とか Zoom 個別相談やります、なんでもいいんですけども、こういうのやります、でぜひこっちからお申し込みくださいねっていうだけだとですね、これ当たり前なんですけども、お申し込みは1件も入らないですね。1件入ったら奇跡ぐらいな感じなんで、ほとんどお申し込み入らないということになりますと。で、今回ね、このポイントに加えて、これ実際にうちもテストしたんですけど、これで打ち出した結果ですね、まあ、ほとんど申し込みは来なかったと。で、実際その申し込み率っていうところで言うとですね、ここにあるポイントを付与することによって、申し込み率がですね、実際に20倍以上にですね、その跳ね上がった、そのやり方っていうのをご説明していきます。それは何かっていうとですね、こちらの実際にこれ、まあ僕自身の LINE やって昔配信をした文章の一部になるんですけども、これは実際にうちが、無料個別相談をですね、募集した時の、文章の一つなんですけども、ここにはですね、いろいろなポイントっていうのが散りばめられています。で、ただ単に例えば今回無料個別相談します。ぜひね、個別相談希望の方はホニャララとメッセージください。こっちからお申し込みくださいっていうだけの文章だと、ほとんど申し込みはもう2、3件ぐらいしか来なかった。で、それを実際にこっちの文章に書き換えたことで、申し込みがね、実際これで60件弱ぐらいかな、58件から60件ぐらい、来てたと思うんですけども、それぐらい反応率が20倍ぐらいにまで跳ね上がっていると。そういうのがこちらの文章になります。何が違うのか皆さんわかります？この文章の中にですね、いろんなポイントってのが、含まれているんですけど、大きく分けて3つポイントがあります。それを一応見ていきます。まず1個目っていうのは、なぜ、それが私にとって有効なのかっていうポイントが入ってるわけなんですね。なぜそれが私にとって有効なのか。例えば、この LINE の配信を見たときに、まあ、弊社はね、SNS のマーケティングの実践のそういった実装支援っていうのをさせていただいている会社ですので、SNS マーケティングの支援と。で、この読者さんっていうのは結構経営者の方とか事業者の方が多いわけですよね。ってなったときに、僕からしたときになぜそれが、あなた、ね、私ですね、あなたにとって有効なのかっていうのが分からなかったらお客さんに僕の LINE 見てもらえませんので、なぜ有効なのかっていうのを書いてるわけですね。どうしてもビジネスの方向性がブレてしまう、売り上げが上がらない理由が分からない、そんな方は直接我々に聞いていただくのが一番早いと思いますと、まあ、いうとこで、それはピン刺しというやり方なんですけども、あなたで、私はあなたに向けて、この発信をしてるんですよっていう釘を刺しているっていう、まあ、こういったね、働きがありますということですね。で、さらに、僕の読者さんで SNS 集客が売り上げまでの動線を作った方は、みんなたくさんね、成果を上げてくれてるわけですかっていう、しっかりと権威性も出しつつ、そこで、その我々があなたに、そういった内容っていうのをお伝えをしますよっていうところで、SNS とかビジネスとか売り上げが上がらない、そういう悩みをね、抱えてる方っていうのが、うちのクライアントには非常、うちのクライアントではなくて、うちの、まあ、僕の LINE の読者さんですね。まあ、これからうちのクライアントになる可能性のあるお客さん、見込みのお客さんの中では結構こういう要望が多いと。で、こういうの皆さんは、自分の業種に置き換えた時に自分の見込み客っていうのはどういった悩みを持っていて、どういう言葉が一番響くのかなっていうのを日々ですね、リサーチをしとかないといけないわけなんですね。まあ、僕らがいつもね、マーケティング力っていうのはリサーチ力って言ってますけど、これどういうところで生きてくるかっていうと、こういうところで生きてくるんですよ。なのでぜひこのね、なぜそれが私にとって有効なのか、今こんな悩みありますよね、それを解決できるのが僕らなんですっていう風な持っていき方をするっていうのはすごい重要なので、ぜひね、お客さんの悩みっていうのをしっかりとここでね、書き出してあげるっていうのはすごい重要になりますと。で、二つ目、なぜ今なのかってことなんですね。よく、いや、無料個別相談といっても、やっぱ人っていうのは、めんどくさがり屋で、怠惰っていう本能を持って生まれてきてるんですよ、僕らっていうのはね。だから、無料個別相談って言っても、そもそもなんか電話緊張するしなとかね。いや、そもそも電話めんどくさいしなとかね。まあ、人間なんて思うわけですよ。でも、今すぐこれ申し込まないといけないなって思ってもらえないと、お客さんに商品を買ってもらったりとか、皆さんもやったらお客さんに来店してもらったりとかもそうだし、無料カウンセリングでそっか美容室に予約につなげるためにも、やっぱそういった、なぜ今なのか。今すぐ行動を起こさせるっていう風な、そういった文章が必要なんですね。
ってなった時に、僕らの場合、例えばですけど、応募方法は明日の12時に告知しますね。一斉募集でやってるんですよ。っていうところで限定性を設けてます。もちろん人数限定で先着順なので乗り遅れずにっていうところで、人っていうのは緊急性、希少性、限定性に弱いです。まあ、緊急性っていうのはもう今すぐ急がないとやばいなんですよね。で、限定性っていうのは数限りありますっていう、まあ、今回でいう心の人数枠に限りがありますとか。で、あとはまあ、希少性。希少性っていうのはいわゆるあれですよね。例えば、まあ、物販とか EC 系とかはよくやると思うんですけど、こちらの商品が限定だと10点のみになりますとかね。あと何個で売り切れますとか、あ、じゃあ今のうち買っとこうかなとか。まあ、特に EC コマース系をやってる方とかだったら、いわゆる希少性打ち出していったりとか、まあ、あとはね、もちろん限定とかね、本日限りの限定セールっていう形で価格をね、多分、物販系とかである程度いじることはできると思うんですが、もちろんその原価とね、相談してですけども、まあ、そういう形の緊急性、希少性、限定性を、打ち出していくっていうのがすごい重要になってきますと。まあ、これ以外にもね、なぜ今なのか打ち出していく施策っていろいろあるんですけども、まあ、今回の場合はこの辺がポイントが散りばめられていますよと。で、さらに三つ目としては、なぜあなたはそれをやるのかっていう理由がすごい重要なんですね。人っていうのはやっぱりこの大義名分がないと動かない。っていう習性があります。例えば、これは政治家さんとかはよくわかりますよね。政治家とか、あと会社の社長とかね。ミッションビジョンを社員に掲げて、そしてうちの会社はこういう方向を目指していくんだ。ね、ソフトバンク孫さんで志していってますよね。情報革命だと。私が成し遂げたいのは情報革命だと。ね、ずっと言って、それに、浸水をして、この人についていきたいソフトバンクに入る。そして、大所帯でね、あれだけの人員を、引き連れて、ですね、今こそ2兆円って以上の利益を出すような大企業に成長してるわけですけども、結局この大義名分ってのはそれほどですね、人の心を突き動かすっていう原動力があるんですね。だからこそ、例えばなぜあなたは無料カウンセリングをやるのかとか、ね、顧客を獲得するためにこういった説明会をやるってなった時にも、なぜその説明会をやりたいのかって、その大義名分が必要なんですよ。あくまでもですよ、売り上げ上げたいから説明会やりますって言っちゃダメですよ。もちろんお客さんが来てくれて、うちの会社の商品受注につながったら売り上げはもちろん上がるんだけども、それは嬉しいことなんだけども、なぜあなたがそれをやるのかって使命感がすごい重要なんですね。そこに自分の思いとか価値観を乗せてあげると、人の心を動かすことができる。いわゆるロジックだけじゃなくて、なぜ今なのかだけじゃなくて、感情もしっかりと動かすことができるよと。まあ、いうことになります。僕らの場合とかだったら、実際に LINE でね、どうしてもビジネスの方向性がブレてしまう、売り上げが上がらない、理由が分からない、っていうのをね、悩みいただくんですけども、そこで、僕から、皆さんにね、感謝の気持ちを、日頃の感謝の気持ちを込めて、15分無料個別相談を募集します。これ一言でもいいんですよ。まあ、感謝の気持ちを込めてとかね。例えば、皆さんが、僕らだったら例えば出版をしたんで、出版にちなんで説明会をやるとかでもいいし、別にみんながみんな出版って別にできるわけじゃないんで、例えば、何か、例えばシーズンものにつけてとかですね、例えばお正月特別企画とか、バレンタイン特別企画とか、まあ、結構物販系とかはですね、季節にあやかってやるというのが多いですね。まあ、クリスマスが一番売り上げ高かったりしますけども、クリスマスキャンペーンとかね、まあ、そういったことにちなんでクリスマスキャンペーン無料カウンセリングっていう形で別に打ち出していってもいいわけですよね。これは別にコーチコンサル系のビジネスをしている人も使えるし、それからダイエット系とかも使えるし、まあ、それからね、いわゆる自己啓発とかでもそうだし、まあ、その他のコンサルティングとか他の事業とか英会話とかのスクール事業、教室業でも全部使えると思うんですけど、まあ、そういった形で何かしらその理由付け、まあ、いわゆる季節に、リンク付けをするのか、それは、最近の自分の出来事にリンク付けをするのか、例えば書籍を出しました、出版記念キャンペーンとかね、でやるのか、または日頃の感謝の気持ちを込めてとかっていうような一つ一つのですね、そういった大義名分っていうのをですね、しっかりとお客さんに明示していくことが、しっかりと信頼を構築していくことにもつながりますので、ぜひね、この3点を最低限でも押さえておいていただくといいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回はね、珍しく実際に僕自身の LINE の配信を自分で添削してね、自分で分析してみたっていうね、面白い動画になったんですけど、まあ、ぜひね、勉強になった方はぜひ高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。またね、下の概要欄から僕の LINE 登録していただくと、より詳しい LINE というセンスを使った最新のマーケティングってお届けしてますんで、ぜひこちらもチェックしてみていただければと思います。それではね、今回の動画最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。